はいどうも、全力絶叫 YouTuber、B モレルです。えー、本日は皆様に、えー、重大なご報告がございます。えー、僕、B モレル、えー、現地観戦と今年ね、あのー、結構行きまして、で、あの、1ヶ月ほど前にね、もう残りの現地観戦はもう9月、 えー、11日で最後にすると。結局その試合負けて、はい。えー、今季の現地観戦は、えー、終了したはずでした。はい。えー、しかし、最後ちょっと、全言撤回。命をかけて。えー、オリックス・バファローズ、今季最終戦。10月2日。仙台楽天生命パーク。楽天戦。 参戦します。えー、現地観戦。真の最終戦。オリックスの最終戦でもあります。参戦します。いやもうね、あの動画の向こうで。本当にもう。悲鳴が上がってると思うんですよ。 もう本当に。現地行っても命あるかねレベルなんですけど。いや、ちょっとごめん。もうこれは、もうごめん、生かして。ごめん。あの、そんなね、軽い気持ちでネタとかでね、あの言ってるんじゃなくて、俺も真剣なのよ。この発表は。10月2日に行くという発表は。はい。ちょっとそこへの思いを今日聞いてください。もう今日俺真剣です、俺も。 本当に。ええー、そうですね。ええー、僕の今季の、ええー、現地観戦の手続き、ーモレルをもう今年ずっとご覧になってる方はわかると思うんですけども、ひどいです。ええー、現在、ええー、2勝10敗。はい、まあそのうちの2勝も、あのー、真の薬病神大チャンネルを引き連れての2勝なんで、まあ、実質、まあ、2大10敗なんですよね。もう、自分の力で勝ってないんですよ、今シーズン。っていうところで、僕自身、今シーズン、もうずっと悔しい思いしてきました、現地観戦で。 現地観戦というのは本来楽しいものではあるはずであるが関わらず悔しい思いしかしてないと。アニクの果てには現地観戦行っただけでツイッターのトレンド入ってめちゃくちゃ叩かれたりとか。で、あの、現地でなんかあのアンチに絡まれて口論になったりとか。もうなんかいろんなことが起こりすぎて今季現地で。心から楽しめてないんですけども。っていうところで、やっぱ、 最後にいい思いして終わりたいっていう部分があるのがまずこれ一つなんですよね。この前9月11日ホークスとの一緒に攻防で負けて終わりって、そんなあの後味悪いことあります。やっぱどれだけね、これ負け続けても最後終わり良ければ全て良しなんですよ。最後勝てばもうハッピーエンド。いいじゃないですか。っていうのがまずこれ一つ。もう終わり良ければ全て良し。もう一つが皆さん、今のオリックスバァローズのこの状況を考えてください。あの、もう優勝がすぐそこに来てるんですよね。 えー、オリックス・バハローズの現在のこれ、最短での優勝日が10月1日なんですよね。まあ、10月1日ってのはオリックス・バハローズの試合ありません。はい。ホークスの試合がある日です。はい、だから、ホークスがそこまでに残りこれあと3試合あるんかなだから、ホークスのこの3試合をもう1個でも勝てば、このオリックスの優勝というのはもうこれ10月2日最終戦にあのもう決まるしかないんですよ。優勝するとすれば。だから僕としてはこの10月2日という中もこれ、 X でデーになると僕は見立ててるんですよね。というころで、やっぱり俺は優勝をこの目で見たい。生で見たい。あの、去年もオリックス優勝しましたけどね。あの、試合のない日にロッテが負けて優勝したじゃないですか。 はい。だから優勝の瞬間だと見れなかったんですよ。もう全日って終わってましたからね。でも、まあ、やっぱその、ファンとして、この優勝の瞬間、胴上げの瞬間を見るっていうのは一つ夢ですから。そういう夢見続けて去年優勝したけど、残念ながらそれ見れなかったと。はい、ちょっと優勝したけども、もどかしさは残ったんですよ。オリックスのために仕事辞めるって,って優勝の瞬間見るために仕事辞めるって言って、結局優勝の瞬間は見れてないんですよね。ってことで、その2年越しの思いを、やっぱ、どうしても叶えたい。仙台で。 もう、そこに、あの、俺が薬病神であるとか、俺が行ったら負けるとか、あのー、そういうのって本当にいらないと思うんですよ。もう。今まで2勝10敗であったら、ゆり戻しが来るはずだと。そのゆり戻しが、優勝を決める試合であってくれと、俺願いますよ。うん、もう薬病神どうとか言ってられないからね。もう普通に一ファンとして、優勝の瞬間をこので見たい。これのどこが、間違ってるんでしょうか。うん、頼む。優勝させてくれよ。 ということで、ええー、10月2日、えー、参戦なんですけども、仙台。そして、同行者は、えー、千葉新イーグルス。最終章ですよ。他球団 YouTuber との現地観戦対決も最終章。えー、大ちゃんと対決して勝って、ギータと対決して負けて、最後千葉新と、はい。えー、この3連戦、えー、最終章。最後千葉新とバチバチ行ってね。ああ、向こうも結構なんか負けれない試合ですからね。えー、楽天も CS かかって、はい。その日はもう、真剣勝負、バチバチ行こうぜってことで。えー、しかし、 あの優勝がかかった試合優勝好みで見れるかもしれないっていうのはそう,いう裏返せば目の前で優勝を逃す可能性も見る可能性があるってことですよねえー、そうなると非常にプレッシャーがかかりますえー、俺が行って見に行って負けて優勝を逃したら僕はもう本当命ないと思うんですよね あの、だから、俺、本当に、この10月2日は、命かけてますから。はい。命をかけた、現地観戦。ここまで、あの、なんか、自分のなんか、いろんな背負ってるものをかけて、あの、現地観戦って、そうそうないからね。初めてやわ、こんな、なんかもう、死ぬ覚悟で行く現地観戦とか。うん。だから、もう、オレックスさんお願いしますよ。あの、マジで、いろいろかかってるから。 うん。もう優勝も、なんか俺のいろんなものもすべて、もうなんか、もう楽天もそうだし、芝しもだし、もすべていろんなものが詰まった10月2日現地観戦最終決戦お願いしますよ。もう今から心臓のバクバクが止まりません。 なんなら、それまでに10月1日にオリックス優勝を決めてもらって、あの、気楽に現地観戦でもなんかいいような気もしてきたけど、あの、ま、あでも優勝の瞬間見たいから、もうホークス全然1個ぐらい買ってもらっていいんやけど、うん。とりあえず、もう今からフルエイトで眠ってます。えー、そして10月2日 B モールで現地に行くってことで、えー、このサークルチェンジ、えー、このバーの営業どうするのかって言いますと、あの、やります。はい。 えー、サークルチェンジも10月2日開けますんで、だってその、オリックスの優勝が決まるかもしれへん試合でさ、あのー、サークチェン締めるとありえないでしょ。うんまあ俺はおらんけど、でも優勝決まるってやったら皆さん来るでしょということで10月2日サークルチェンジも開けますんで、ま、あ僕はいないですけども、はい、皆さんで、なんとか盛り上がって、あたまに僕もあの、ビデオ通話とかであの、サークチェンに参加するんで、リモートで、えー、ビームエルと一緒に盛り上がって、最後みんなで優勝の瞬間を現地サークチェンともとも、えー、共有しようではありませんか。 えということで皆さんもう残り1週間切ってますが、えーえー、この結果は神の溝知る、えー、僕自身も最後結果はどうであろうと華麗に、えー、燃え尽きたいと思いますということで震えてでもれ震えてでもっとくわ